はい、皆様こんばんは。仏教神学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はですね、こういう検証をやってみたいと思います。これは驚き、検証会と連携検証マーク同盟検証マークした富士体積寺昇進会がたった2年で消滅とこういう現象でございます。ということで、まあ、昇進会も、その、日蓮召集系をお辞めになった人の、受け皿機能がもう失われてるんではないかと、まあ、こういう現象でございますね。はい。それで、この富士体積寺昇進会ってなんか聞き慣れない名前なんですけども、これは過去動画で一回取り上げております。はい。動画516ですね。昇進会がまた分裂。日蓮宗宗昇進会、日光門流法人昇進会、中間派の他に富士体積寺昇進会が登場ということで、この動画2020年12月2日にアップロードした動画でございます。はい。で、その動画はですね、こちら概要欄に貼っておきますので、そちらでチェックをしていただければと思います。はい。で、まあ、動画516は、その、富士体積寺昇進会が登場した時の動画でございますね。はい。で、これがたった2年で消滅しちゃったってことなんですよ。はい。で、この富士体積寺昇進会ってのはどういうのかって、ちょっとおさらいをしてみますと、2019年12月に、愛媛県大洲市の交渉院っていうね、これは昇進会の布教所なんですけれども、放送員の主幹だった足立淳昇氏が日蓮召集昇進会を退会してですね、富士体積寺検証会を支持、共闘を宣言したと。はい。それで富士体積寺昇進会を旗揚げしたと。こういうことなんですよね。はい。なんか、昇進会の活動をやってたんだけども、検証会を支持して、その、共闘するという宣言をしたわけですね。はい。で、内容的にはですね、富士体積寺昇進会は、富士体積寺検証会と同様に、日蓮の唯名は、高専ルフの暁に国立会談を建立することだと。まあ、国立会談が唯名だと、いうことですね。で、国立会談建立を目指して、検証会と共闘を宣言したと。いうことで、新統一見解っていうのを、まあ、出したわけなんですよね。はい。その三つありまして、一つ目が、日蓮の出世の本会は会談の大本尊であると。まあ、要するに、体積寺に、まあ、法安堂にある、会談の大本尊であると。二番目が、富士体積寺昇進会は、富士体積寺検証会と同じように、国立会談建立を目指すと。いうのが2番目。それから3番目がですね、日蓮唯名を堅持する、体積寺発出。つまり、その、これは国立会談のこと言ってるんですよ。はい。国立会談を目指す体積寺発出には、血脈不法の大同士として神仏随順すると。いう、この三つをですね、まあ、新しい統一見解として出してですね、検証会と、共闘するんだというふうに、活動を始めたと宣言したんですけどね。それがですね、2022年、令和4年春頃なんですけども、この交渉員主幹の足立淳昇氏がですね、交渉員主幹を退任したと。やめたんですね。それで富士体積寺検証会との関係を断絶したと。いうことで、まあ、主幹を退任したんで、その交渉員も退去したということらしいんですけどね。はい。もう多分退去したんじゃないかと思いますけどね。はい。で、富士体積寺昇進会の宗教活動を解散、終了したと。で、富士体積寺昇進会の公式ウェブサイトを閉鎖しちゃったんですよね。はい。それでその交渉員はその後どうなったかっていうと、宗教法人昇進会の末寺になったというふうにウィキペディアに載ってるんですけども、
このね、法人昇進会の末次布教所一覧の中に、公証員がないんですよ。はい、だから、本当に、この法人昇進会、まあ、富士日光文流法人昇進会、というふうに呼んでるらしいんですけども、ここの末次に本当になったのかどうかは、ちょっと不透明ですね。はい、まあ、ウィキペディア、なんか情報も、なんか、当てにならないことは結構書いてありますからね。はい、これちょっと、調べないといけないんですよ。はい。それで、この、足立純章さんがですね、なぜ従来からの昇進会を離脱して、検証会と、共闘、同盟したのか、ということになるんですよ。だから、ずっとその、日蓮昇進昇進会で活動してきたわけでしょ。で、それをやめて、検証会と共闘するということを宣言するってことは、よほどなんか、理由があってですね、まあ、もう、今までの活動じゃダメだと、いうふうに、考えてやったのかなというふうに、私もそう、最初そう思ったんですよね。ところが、これ2年で、活動やめちゃったってことになるとですね、これ、どういうことなんだろうかと。結局、何の展望もなく、戦略もなく、政策もなくですね、まあ、要するに、その、検証会と共闘したのはいいんだけども、具体的に検証会とどうやって活動していくのかというね、その具体策の政策ですね、もなく、まあ、一時の感情で、こういうことやったのかなっていうふうに思ってしまうんですよね。はい、そういうことになりませんか？はい。だから、その、検証会と一緒にその共闘するんだから、その、一緒になんか検証会の会合に出てですねやるのか、それともなんか検証会と一緒になんかビラ配布するのかね、あるいはなんか検証会のなんか儀式係みたいなことやるのかなっていうふうに、もう私もなんかそう思って見てたんですけどね。まあなんかそういう戦略とか政策も何にもなく、なんか一時の感情でなんかやってたような感じなんで、に見えるわけですよね。これどう考えてもそう見えちゃいますよ。はい。で、結局これはどういうことかっていうと、もう、昇進会僧侶のあまりにもこの無責任な体質を露呈したんじゃないかと。まあ、仏教数学研究会ではカルトサーフィンということを取り上げてましてね、カルトサーフィンであっちこっちは、その、行くのは良くないと。いうことを言ってるんですけども、このね、足立純章さんっていう方、この公証員の主幹だった方はですね、自らカルトサーフィンをしてるというね、僧侶自らカルトサーフィンしちゃってるんですよ。そういう、こう、醜い姿をですね、まあ、衆目の面前で晒しちゃったんですよね。これはやっぱちょっとおかしいんじゃないですかね。ということは、なんか自分の都合だけで、自分の感情だけで動いている。もうお寺に所属している信者さんのことを全く考えてないとしか思えないわけですよね。まあだからこれ結局本当に無責任な体質を露呈しただけなんじゃないかなというふうに思いますよね。まず、それが第一ですよ。それから第二はですね、やはり昇進会も日蓮昇集、創価学会、の離脱信者の受け皿機能を喪失しちゃっている一つの事例ではないかと。ええ。昇進会っていうのはもともと、その、創価学会で辞めた人がですね、その、を、まあ、元に作ったわけですね。その昇進覚醒運動っていうのは日蓮昇進の中であって、その後日蓮ホスト、なんか喧嘩になって、日蓮ホストのけじめ役を否定して、破門されちゃったということですから、その、創価学会辞めた人。を、まあ、たくさんいたわけですよ。で、その後、なんか日蓮昇進辞めた人とかですね、なんか、まあ、受け入れてきたみたいなんですけども、そういうのはもう、20世紀の話で、もはや今日、昇進会も、日蓮昇進創価学会離脱信者の受け皿機能を喪失しちゃってるんじゃないかと。まあ、こういうことになるわけですよね。はい。
で、なんでその受け皿器量が、喪失しちゃったのかと、今の無責任体質もあるんですけども、大きな理由として、もう今や昇進会が四分五裂状態だということなんですよ。で、これは前に取り上げました日蓮昇州昇進会でしょ、それから法人昇進会、富士日光文流昇進会なんて名乗ってるみたいですけどね、それがあるでしょ。それからそのどっちでもない中間派 それからこれもどっちでもない中間派の一つなんだけど、本門法華堂っていうのがあって、主幹が関慈顕さんっていう方なんですけど、この人は元日蓮昇州の僧侶で元昇進会の方なんですけども、日蓮昇州昇進会とか法人昇進会のどっちでもないような感じですね。だからそのどちらにも所属していない自称昇進会寺院っていうのがいくつもあるということなんですよ。だからもう何が何だか分かんない、もう一部五裂状態になっちゃってるわけですよね。それは昇進会の姿としてあるわけですけど、それだけでなくて昇進会内部で教義上の分裂が起こってると。例えば根本にしているその戒壇の大本尊ですね、大石寺にある戒壇の大本尊について、日蓮新作派と偽作派に何か分かれちゃってる わけですよね。日蓮昇州昇進会は日蓮新作派なんですけども、この法人昇進会がその新作派と偽作派に分裂しちゃってる。結構偽作派の人も今たくさん出てるって言うんですよね。それから中間派とか、この本門法華堂っていうのも新作派じゃないみたいなんですけどね。そんな感じで、競技場、その階段の大本尊の日蓮新作派と偽作派に分裂しちゃってると。さらには、その大石寺に、将来的に変える派と変えらない派 に分かれちゃってると。これは要するに、日達大須から日顕大須のケチマキ僧侶がないとかいう話から始まって、ケチマキ問題にまで行くわけですけども、結局大石寺に帰るとか帰らないとかっていうふうに、その 分裂状態になってると。他にも教義的にいろいろあるわけですけども、大きなところで言うとこういうことがあるわけですよ。だから結局競技場で分裂しちゃったらですね、何が何だか分かんなくなっちゃうわけですよ。じゃあどこをじゃあ信じたらいいんですかって話になっちゃうわけですよね。だから、日蓮昇州創価学会検証会以上に、この昇進会が将来展望を喪失してしまってる。もう将来展望がもう見出せない状況になっちゃってるわけですよね。だから、もう受け皿としてもう機能していない。ということが言えるんじゃないかなと思いますよね。その一つの事例がですね、この富士大石寺 昇進会っていうのがですね、たった2年で消滅しちゃったっていうね。こういうことがあるわけですよ。だからちょっとこういうのもありますんで、こういう情報っていうのはやっぱり抑えた方がいいんじゃないかなと私は思いますよね。で、前にですね、その仏教修学研究会に、しょっちゅうこういう電話かかってたんですよ。私はその日蓮昇州を辞めたんだと、創価会を辞めたんだということで、次、この寺に行こう、なんとかという寺に行こうと思うんですけど、なんでしょう、この寺大丈夫でしょうかみたいな 話をですね、よくしてきた人がいたんですよ。2年ぐらい前、3年ぐらい前ですかね。初期の頃ですね。それで、聞き慣れない名前だから、ネットで調べてみるわけですよ。そうすると、それが昇進会の寺院だって出てくるんですよね。昇進会の布教所とかさ。なんでこれ、昇進会ですよ、というふうに、こちらで言うわけですよ。この寺、昇進会のお寺ですよ、と。日蓮昇州系でですね、体質的にそんな変わりませんよという話をするわけですよ。それで実際行ったかどうか私分からないですけどね。ただ、
こちらにまあ連絡も何にもしないで、それで、日蓮少数をやめてですね、崇真会のお寺に移っちゃったっていう方もいるというふうに、まあそういう情報も入ってきてますよね。はい。だから、そのままですね、その昇進会に行ったから、ずっといるとは限らないわけで、またどっかいろんなところに移ったりするわけですよ。結局そこからカルトサーフィンが始まってるわけで、だから結局ですね、そういう情報不足というのもあるんだと思うんですけどね。はい。やっぱりこういうね、まあ日蓮少数系カルトの情報をしっかり押さえた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今回もですね、こういう、富士懐石寺昇進会が2年で消滅しちゃったということでですね、まあ、昇進会も支部孤立状態になっているという検証をですね、お送りさせていただいた次第でございました。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。